フィドルですね、バイオリンが、ここなんかジャンジャカジャンジャカジャンジャカってこう弾き方をしてたんですけども、これカントリーの独特の奏法で、ケージャンフィドル奏法というんですかね、ケージャン奏法ですね。はい、次はね、このケージャンミュージックを、これチェロキーでもよくやられていました。司法はですね、そのプラウドチェロキーの、フィドルのシーナさんにケージャンを習いまして、次の曲はですね、じゃあそのケージャンフィドルをフューチャーしてやってみたいと思います。じゃあちょっと真ん中に行きますか。